ですけど、自分の肩幅より少し大きめに持ってあげてください。今からパドルの持ち方、漕ぎ方4つを説明していきたいと思います。まず全身ですね、前に進みたいときは これギリ、まだこの辺だと海の匂いしますね。そうですね、たまに帰ってきて、はいはい、Thank you.